6月24日金曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。では今日は早速豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。今日はこちらの4つの話題をお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。最初に4回目の接種についてです。対象者は接種券をお持ちで3回目接種から5ヶ月が経過した方のうち60歳以上の方か、もしくは18歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方です。3回目の接種を完了した18歳以上の区民の方全員に接種券を順次発送します。60歳未満の方は接種券に同封しているチラシをご覧の上、ご自身が接種対象者に該当するかご確認ください。接種券がお手元に届き次第ご予約ください。予約方法は豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話連絡していただくか、予約サイトからのご予約をお願いします。そして武田社ワクチンのノババックスのご案内です。7月1日よりノババックスの接種を開始します。対象者は18歳以上で1回目から3回目の接種の方です。4回目接種はできません。ファイザー社、武田モデルナ社ワクチンとは異なり、3回目接種間隔は2回目接種から6ヶ月後になりますのでご注意ください。接種会場は池袋保健所で、原則祝日を除く第1、第4金曜日の午後6時から9時に行います。ワクチンの選択肢が増えました。ワクチン接種をご検討ください。続いてです。1918年から1936年にかけて刊行されていた童話と同様の児童雑誌赤い鳥。この雑誌には芥川龍之介の蜘蛛の糸、新見南吉のゴンギツネなど質の高い文学作品、児童作品が掲載されていました。そんな赤い鳥を現在にも語り継ぐため、毎月第1土曜日午後2時から午後2時半で雑司ヶ谷旧宣教師館にてお話し会を開催しています。7月2日土曜日には詩人の小森京子さんが2つの児童文学を読み聞かせてくれます。お話1つ目は小川未明さんのガラス窓の甲骨です。甲骨とは浅い池や沼などに自生する水生植物です。そんな甲骨の都会の花屋の店先で誰かが自分を買ってくれるのを待つお話です。お話2つ目は小野博さんのお値段の話です。夜になっても寝ようとしない三郎にベッドが行動を起こすお話です。ご興味のある方はお話し会へ足を運んでみてはいかがでしょうか。続いてです。新型コロナウイルス感染症により開催を中止していました池サンパークファーマーズマーケット、現在再開して毎週土曜日と日曜日に豊島緑の防災公園池サンパークで開催しています。区内の企業や商店街から自慢の一品が並ぶだけでなく、豊島区と交流のある都市からも出店があり、その地方を代表する名産品が並ぶ物産ブースがあります。野菜、果物のほかにパンやお団子などの出店があり、購入するだけでなくその場で食べることもできます。出店者は毎日日替わりとな入れ替わりとなるため、毎週お越しいただいても飽きないマーケットです。そして一番の目玉としては、埼玉県農林部に全面協力いただき、埼玉県の新鮮な野菜や果物を農家の方が直接販売するブースです。ぜひ生産者の方に採れたて野菜を使ったおすすめレシピを直接聞いてみてはいかがでしょうか。6月は旬のきゅうりやトマト、トウモロコシが一押しです。たくさん買われる方は大きなエコバッグを用意しておくと便利ですよ。池サンパークファーマーズマーケットにぜひご来場ください。次です。いつまでも健康な状態で生活を送るために豊島区では
歯の状態の確認、飲み込みや噛む力などの歯科検査を行っています。対象の方には事前に受診チケットをお送りします。チケットを持って直接区内の実施歯科医療機関で受診してください。対象者は令和5年3月31日現在、76歳、78歳、80歳、82歳、84歳の区民の方です。実施期間は令和4年7月1日から11月30日までです。費用は無料です。場所は受診チケットに同封されているご案内の実施歯科医療機関の一覧をご覧ください。お口の健康は認知症予防にもつながります。高齢者歯科検診を積極的に受診してお口の状態を把握しましょう。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今年度からは豊島区の文化事業を担う外郭団体である豊島未来文化財団は、事業運営にあたり区民による区民の事業を応援することを第一の柱にしています。豊島区制施行90周年を迎え、その10年後の100周年を見据えた時、区民の皆さんの中心となるのは豊島区で生まれ育った今の若い世代になると考えているそうです。そんな中、区民活動の支援として声援を送っているのは、豊島区で生まれ育ち古民家を一部改装してアーティストたちの稽古場として活動しているという高橋伊穂さんです。先日のグローバルリングでの公演の様子なども交えながらお話を伺っていきましょう。では本日のゲストです。アイガットリズムリーダーのタップダンサー高橋伊穂さんにお越しいただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、高橋さん、タップダンサーとして活躍されているとのことなんですけれども、はい、ちょっと皆さんにね、自己紹介も兼ねてご挨拶をお願いいたします。はい、タップダンサーでタップダンスインストラクターの高橋伊穂です。普段はライブを作りながら、ここから徒歩5分のところにあるスタジオでタップダンスとリズム遊びのクラスを開講しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。リズム遊びのクラスなんかもやってるんですか？そうですね、まだタップシューズを履く前の、はい、もうちょっとちっちゃい未就学児の子に向けて、はい、リズム遊びのクラスも行っています。そうなんです、はい、今ね、お写真なんか出てますよね。そうですね、これ下にミュージックベルっていう、はい、ハンドベルのもうちょっとちっちゃい子たちが使うやつをやっています。へー、あ、すごいいいお写真で、はい、されているということなんですが、はい、さあ、そんな高橋さんですが、はい、6月11日、はい、池袋西口公園野外劇場グローバルリングで、はい、このアイガットリズムが開催されたとのことなんですが、はい、高橋さん、アイガットリズムって何なんでしょうか？はい、2016年に宇崎竜童さんと阿木陽子さんがプロデュースされている赤坂にありますライブレストランのノーベンバーイレブンズさんっていうお店が、はい、あったんですけれども、はい、そこで公演を始めさせていただいて、タップダンス、キーボード、それからドラム、ベース、バイオリン、あとトロンボーン の、はい、6つの楽器で、大人から子供まで、誰もが一度は聴いたことがある音楽をちょっとアレンジして、もう普段劇場やライブハウスに足を運ぶことがない人たちに楽しんでもらえる作品を作りたいなっていうコンセプトで、2016年に、第1回目を開催しました。はい、そのアイガットリズムっていうのはコンサート名というか。そうなんです、はい、初めてやった時は、何シリーズも作るとは思っていいのもいなくて。そうなんですか？そうなんです。その時よく聴いてた音楽と、その時に自分が踊った曲をたまたまコンサートのタイトルにして、でその後6年間も今やらせていただいていて、そのままライブシリーズのタイトルになりました。そうですね、はい、まあ、今ねすごい素敵な、ね、映像流れてますけれども、ありがとうございます。はい、この日はこう、ね、参加されてる皆さんどんな方々なんですか？出演者です。はい、出演者はこれは
第1回の時からずっとあの出てくださってるミュージシャンもあのいますし、あのあとはあのこの時に参加してくださった方もいますし、なんかあの本当にみんなで協力しながらライブをちょっと作っている感じですね。この音とタップダンスと楽しめるね、本当、はい、機会があったということ、はい、あ、すごい素敵な映像が見えてますね。そうなんですね、はい、でも高橋さんがそもそもこのタップダンスをこう始めた、はい、ってかこう出会ったこうきっかけっていうのはどんなことだったんですか？はい、あの何かダンスをやりたいなって思っていて、であの13歳の時にミュージカルに1本あの、はい、出演した時に、あのちょっと私は苦手なので、あのそうなんです、あのちょっとジャズダンスとかは難しいんじゃないかなって思って、あのタップダンスがあんまりこう移動が大きくなかったんですね。ジャズダンスってすごく体を大きく使って動かすイメージがあったんですけれども、なんかタップダンスはその時にそんなにこう体を隅々まで使わなくてよく見えて、実際は違ったんですけれども、これだったらちょっと運動ができなくてもあの楽しめるんじゃないかなって思いまして、はい、西口にあるあのタップダンススタジオに通い始めたのがきっかけです。そうなんですね、はい、実際タップダンス習い始めて どうでしたか、うん、簡単そうじゃないですけど、そういったことすごく難しかったです。やっぱりちゃんとあの音が鳴るまでとか、あの踏めるようになるまで、まあ、本当に今もまだ勉強中なんですけれども、すごく難しかったです。すごいね、こうずっと続けてられてということなんですが、はいはい、ちょっとねお話を聞いて、このタップダンスの魅力、はい、こういろいろなこのなんか世代の方、お子さんからこう、はい、ご高齢の方まで楽しめるっていうのも、はい、実は魅力の一つのかなのかなと思ったんですけど、はい、あのすごくそれが大きな魅力だと思います。あの一番最初に通ったスタジオがあのオープンクラスのスタジオだったんですね。あの西口にある、はい、あの今もあのクローズしてしまったんですけれども、はい、あのオープンクラスで、私みたいな中学生の子からあの大学生のお姉さんとか、あと30代40代の方、はい、あともう上のは70歳ぐらいまでの方が同じ教室にいて、はい、あの一緒にレッスンを受けていたんですけれども、なんかそれがすごくあの楽しくて、すごくあの自分の性に合ってたっていうか、あのそれがあのものすごく楽しくて、あのみんなに会いたくてちょっと通ってた部分が大きかったなって今思っています。はい、ね、やはりまたこのタップダンスの魅力、一番の魅力というと、はい、こう私音なのかなとも思ってるんですけど、はい、どうですか？やっぱりあの音が出るダンスっていうのはすごく大きいなって最近また改めて思ってます。なんか、うん、あのライブのリハーサルの時に、はい、あのミュージシャンの人たちがあのこう自分の音をすごく綺麗に弾いてる、自分の楽器の音をすごく綺麗に弾いているのが、それがものすごくかっこよくてですね、タップダンスもあの自分の音を綺麗にしよう綺麗にしよう綺麗に音を鳴らそうっていう風に願うと、そのミュージシャンの人たちの輪の中に入れてもらえるっていうか、一緒にこう他の楽器の人たちと一緒に音楽を奏でたいなっていう風に思えるところがやっぱりすごく楽しいなって思います。楽器の一つだなっていうのはすごく楽しいです。はい、そうなんですね。はい、あ、すごいこうね、アイコンタクトも撮ったりとかして、ね、はい、これ屋外でね行われたんですよね。はい、それに、うん、お客さんのお顔とかは見られましたか？あ、もうすごくあの手を振ってくださる方とか、はい、声援を送ってくれてる方とかがいて、あのそれがすごくあのパフォーマンスしながら助けられました。そうなんだ。はい、リハーサルの時に見てくださってる方がたくさんいて、それもすごく嬉しかったです。高橋さんがこのタップダンスを通じてこう目指すところっていうのはどういったところなんでしょうか？はい、将来的には豊島区で、さっきちょっとお話しさせていただいたんですけれども、はい、赤坂のノーベンバイレブンズさんで教えてもらったことがすごく大きくて、もうお客さんをおもてなしするってこういうことなんだっていうのをすごくそこのライブハウスの方に教えていただいたんですね。で
今なかなかちょっとコロナでまだ収束しきれてなくて難しい部分がすごくあると思うんですけれども、あの将来的には美味しいお食事を楽しみながらお酒楽しみながらあのっていう環境で、あの豊島区でなんかそういう場所があれば、あの食べて飲んでライブを見てっていうのができるところでパフォーマンスさせていただけたら嬉しいですし、あのまたグローバルリングでもあのやらせていただけたらすごく嬉しいなと思っています。そういったことがきっかけでね、私も始めたいという方もね、はい、本当に、ね、増えるかもしれませんね。はい、はい、あのもしあのやりたい方がいらっしゃったらすごく嬉しいです。ちなみに高橋さんが考える、この、はい、まあ、音楽としての この力っていうのは、はい、こうタップダンスでどんなことがあると思いますか？音楽がもともとあのすごく好きで、あの最近ライブ活動を自分が始めてからまたより一層こう好きになってですね、なんかあのなかなかこう今こういうこんなご時世ですし、心配事がゼロっていう日を送るのっていうのは難しいなって、はい、思うんですけれども、なんかちょっとこう音楽を聴いてるとすごく自分が楽しくなって明るくなるんですね。で、あのそれに合わせて踊るともっとなんかこう気持ちが晴れやかになっていくので、なんかそういうところがすごく楽しいです。ということで、今回はせっかく高橋さんにお越しいただいたので、はいはい、少しレクチャーしていただきたいなと、はい、全くの初心者なんですけれども、いやいやいや、はい、はい、いいですか？あ、お願いします。今あのキッズクラスの子たちと一緒にやってる、はい、あ、はいはい、あのステップで、うん、タップダンスってあのあ、ね、今靴の後ろに、ね、プレートが、ね、あ、貼ってあります、ね、はい、はい、あの前と後ろにつま先とかかとの部分に、はい、あのタップスっていう金属がついていて、はい、これとあの木の板で音を出してるんですけれども、はい、うん、じゃあこれでちょっと、あ、音が、はい、本当はもっとこれはあのちょっと板があんまりいい音が鳴らないんですけど、もっといい音が鳴ります。蹴って引いて踏んで、蹴って引いて踏んで、踏んで蹴って引いて、ここがちょっと最後トリッキーです。頭の体操になりそうですね、はいはい、どうぞ。え、これ前に出す時は かかと鳴らすんですか？これはつま先を今鳴らしてます。つま先で、はい、蹴って引いて踏んで、蹴って引いて踏んで、蹴って引いて踏んで、踏んで、さらに右足を出して蹴って引いて踏んで、はい、難しい。これをこのままあの右やった後に左からまた繰り返しでやってます。ちょっとこれまた左からを考えたりするのも頭の体操にはなりますよね。これはお子さんのクラス？あ、これは今もう本当にちっちゃい4歳とか5歳の子もやってくれています。そうなんですね、はい、でもあの椅子に座って、はい、あの椅子に座って、そうなんです、シニアの方とかだとあの、はい、このまま、はい、大丈夫です、はい、あの椅子に座ってたままでこうやって、はい、へえ、蹴って引いて踏んで踏んで、あの曲にも合いますね。僕らはみんな生きている、なんかこう歌下手なんであんまり歌いたくないんですけど、あの曲何の曲にでも合うので、なんかこう楽しみながら鼻歌歌いながら音楽聴きながらちょっとあの奏でていただいても面白いかなって思います。いや、ぜひね、やってみたいという方多いと思います。ありがとうございます。どうしたらいいですか？あのホームページがありますので、もしよろしければそちらでけんあの検索していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。こちらにぜひやっていただければと思います、はい、その他にも皆さんに何かお知らせってありますか？はい、この間6月の11日の土曜日にあのグローバルリングシアターであの開催させていただいたライブの、配信映像が、7月の頭から公開されますので、もしあのよろしければぜひあのご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日お話を、ね、伺いましたのは、はい、サタップダンサーでアイガットリズムリーダーの高橋裕さんにご出演いただきました、はい、お忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さあ、ということで番組終了まであと30秒ほどございますということで、ぜひ華麗なステップでお願いできますか？華麗になるかどうかはちょっとわからないでお願いします。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。さようなら。もうちょっとやった方がいいですかね？あと10秒ぐらいだ
ました。